ールを回す月野、月野がもらった、ブロックがあった、オーランド・サンチェスのブロック、お互いプレッシャーをかけ続けています。強度の高いディフェンス、ここはバスケットカウント、山形の得点です。中島が切り込む、ノールックでパス通った、ケニー・ローソン・ジュニア、スリーポイント決まりました。ローソン・ジュニアのスクリーン、そのローソン・ジュニアにパスが回った、スリーポイント決まるか、2本連続で決まりました。中のバーレル、カットした、山形速攻ファストブレイク、オーランド・サンチェスから中島、ハイポストからジャンパー決まって、これで逆転です。山形パスの出しどころがなかなかありません。その中でケニー・ローソン・ジュニアが入ってきました。トップ空いた、ケニー・ローソン・ジュニア、スリーポイント3本目。河野誠司、ここにはバーレルがつきますが、難しい角度からバンクショット決まります。その田原がゴール下、河辺決まります。第2クォーターファーストバスケットは山形です。バウンスパス、ここをカットした山形、河野誠司長いパス、ファーストブレイク、速攻山形です。23番村上の得点、中に入っていって自分でバンクショットを決めます。第3クォーター、まだ得点のない山形、元 NBA プレイヤージャバット・ウィリアムズ、スリーポイントが決まっています。マッチが起きています。ウィリアムズが振り向いてシュート、24番のバーレルのスリーポイント、山形はウィリアムズゴールした。リサンチェスが空いていますが、中に切り込む、河野選手が空いた、スリーポイント決まって、これで山形逆転です。ここで奪った山形、オーランド・サンチェス、ダンクショット、サンチェスからウィリアムズがボールを、インサイド、デビン・オリバーとのマッチアップはウィリアムズがさすがの強さを見せました。ここからバンスパス受けた、オーランド・サンチェス、ウェロへ出ていく、中島ツーポイントジャンパー決まります。ウィングから中島が右のコーナー、中に入っていく、難しい体勢、もう決まりました。ローソン・ジュニアから再びキャプテンの河野、ボール下に中島が入ってきました。河野からゴール下、ダブルチームでいきますが、空いた、スリーポイント、中島です。ワイドオープンを作りました、山形。自分で行く、決まりました。中に入った、原のツーポイント決まります。